お疲れ様です。10月3日木曜日朝6時の相場解説です。昨日の夕方7時半頃なんですけども、石破総理がね、日銀の利上げをするようなタイミングではないってことをカメラの前で言われております。まあ結局これは日銀の発言よりも優先されますんで、日銀の利上げはないでしょうね。ずっとね、2024年に日銀が利上げをするんじゃないかなってことで、 実際に利上げの発言を今までもね、何回かされてきました。そのたんびに市場ってのは反応してガクンガクン動いたわけですけども、時にはね、日銀の副総裁が出てきて、利上げをすることはないよみたいなことを言ったりとかね、一体どっちなんやって話だったんですけども、今回、新しい総裁が、いや、利上げをする環境にはないでしょうっていうことで、利上げを事実上これ許さないってことになりましたんでね。そうなってくると市場は反応しました。利上げをするならば、 円高に進む可能性があったわけですけども利上げをしないわけですからドル一強がさらに強化されてガクンガクンガクンと石破ショックで価格がバスンと4円ほど落ちていたものをすべて取り戻して昨日はこんなね波を作りましたよ石破ショックの時と同じ水準です146円の半ばということでこの発言によって誰にも予想できない それこそ昨日の ADP の雇用統計なんて問題にならないぐらいの石場ショックが起きました。まあこれはね、だったら最初から日銀利上げなんてこと言うなよって話なんですよ。10月にもなってね。今年の1月から利上げをするぞ、利上げをするぞって牽制しといて、市場をね、コントロールしておいてですよ。で、10月になって総裁が変わったとはいえね、利上げしないよって。当たり前だよと思いますよ。利上げをするようなタイミングかと。 この日本が大不況であえいでる中でね、利上げをしたら破産者がもっと増えるじゃないかと。住宅ローンを払えずに困る人がもっと増えるじゃないか。今住宅ローンを組んでくれる人なんてほんと貴重品ですよ。家なんて買えないんだからもう。むちゃくちゃ高いですからね。まあというふうなこともありますんで、利上げがないってことは良いことだと思います。このまんまドル高に進んでいけば、NISA で積み立てた方も とりあえず利益を出すことがでできるんじゃないですかあとは消費税をねなくしていただければもっといいんですけどもねえということで見ていきましょうまずは冷やしからです冷やしなんですけども昨日のこの陽線ねっーっと上っていったのがこの石破ショックによって下落トレンドになるかなと思ったらそれを取り戻すように陽線が出てきましてまあ石破さんが2つの流れをね 早くも起こしてくれたなと。ガクンと下げてバスンと上げたっていうね。ギッタンバッタン起こしてくれましたね。はい。そして、4時間です。4時間も派手に戻ってきましたね。これによってあれじゃないですか。上昇トレンドにまた戻ったんじゃないかなと思います。今日はその辺も確かめていかなくてはいけませんね。で、1時間軸に戻りますけども、今日は実際どんなトレードができるのかなってことです。一応ですね、 ここの水準に達しましたんで、ここで一旦落ち着くんじゃないかなと思います。ですんで、またいつものように、ここで、レンジができないかどうかを確かめる展開になります。それに、午前中のなるべく早い段階に、けりをつけて、えー、お昼ぐらいにはトレードに移っていきたいかなっていうところですね。今日はそんな流れでございます。今のところは、どこが上帝で、どこが下程かってことは言えませんし、上昇トレンドがこれ以上にね、もっともっと続くかどうか、それも何とも言えません。 はい、まあ一言で言うとまだ分からないって状態なんでとりあえず日本の市場が開いて日本の市場がどのように反応するかこちらの方を確かめながら進めていきましょうそれではまたね34時間後にお会いします失礼します